バビロンの川底トンネルは古代メソポタミアにおいてユーフラテス川の下を通りバビロンの2つの都市を結んだと伝えられる全長929メートルの推定トンネルユーフラテス川家庭トンネルあるいは単にユーフラテストンネルとも考古学者らには紀元前2180年から2160年の間に建設されたと考えられている1824年に マークブルネルによって、テムズトンネルが着工されるまで、他に川底を横断する歩行者用トンネルが、試みられることはなかった。トンネル工事はおそらく一時的に、ユーフラテス川を渡るダムの建設から始まり、施行は、カットカバー工法を用いて行われた。トンネルは高さ12フィート、幅15フィートの広さがあり、対岸にある主要な寺院と宮殿を結び、歩行者及び、 馬車によって使われたと推定されている。また、このトンネルには、レンガが並べられ、アスファルトによって、防水加工されていたと考えられている。エドガードが、バビロンを建設する、セミラミス女王セミラミスによって建設され、用いられたトンネルが、ディオドロスの歴史草書において記述されている。バビロンの低地の池を沈めると、全体の深さ35フィート、 各辺が300ハロンのレンガが敷き詰められ、隙間を焼けた石によって埋められた四角形が作られた。最初に、これを川に投入し宮殿の一つから他へとつながるアーチ状の地下室の通路を作った。このアーチは堅固で強いレンガで作られ、両側は4キュビットの厚さの微中面によって埋め尽くされていた。地下のアーチ状と横の壁は、レンガ20個分で高さ12フィートあり、 幅は15フィートあった。260日かかったこの工事の後に川は元の流れに戻りこの構造の上を流れるようになると、セミラミスは宮殿の一つから別の宮殿へと川を越えることなく行くことができるようになった。両端には聖堂の門が作られこの門はペルシア帝国まで残り続けた。ティオドロス、歴史奏書2巻1、フィロストラトスもまた、 アののポロニオス電柱でトンネルの建造についいてて述べているバビロンは、ユーフラテス側に沿って、同じような形の半分に分断されている。川の下には目には見えない、素晴らしい橋が渡されており、とりの両側の宮殿が行き来できた。この橋はかつてはこの周辺の女王であったメーディアと呼ばれる女によって、これまでになかった方法で川の下に渡されたと言われる。 彼女が手に入れた石が、銅とピッチと、これまで男たちが見つけたすべてのものを使い水の下に積み上げろ、というので、川のほとりに木きこれらを積み重ねた。それから川を湖へと流し分けると、川はすぐに乾いた。彼女は二広ほど掘り下げ、地下道のように両側のほとりの宮殿まで出て、行けるように空洞のトンネルを作った。それから、川底と同じ高さに天井を作った。 基礎部分やまたトンネルの壁はこのようにしっかりとしたものとなった。ピッチを石のように固くするには水が必要であったが天井が柔らかいうちにユーフラテスの水が染み込んできたため接合部はカチカチに固まった。フィロストラトス、テュアナのアポロニオス伝、一巻、25、ありがとうございます。